この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷昭則記者です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、クリスマスナイターカップボートレースチケットショップ長洲開設10周年記念長洲金魚杯、本日シリーズ4日目を迎えました。さあ、クリスマスはね、終わってしまったんですけども、ね、はい、クリスマスナイターカップはまだまだ続きます。今から盛り上がるんですよ。そうですね、ナイターカップですね、はい、はい。まあね、今日ね、展望番組初さんのコスプレ今日はないんかいとこう残念がってる方もね、なんか普通ですね今日はね。なんか普通ですね。まあ、たまにはね、こうあったせっかくって言ったらいいかもしれない。終わったので、クリスマスは、ね、そうね、はい、はい、終わったからね、はい、はい、行きましょう。さあ、そしてね、昨日はもちろん準優勝、予選が終わりまして、はい、今日準優勝戦が行われます、はい。さあ、ベスト18が出揃いまして、予選トップ通過はチーム元のベテラン吉田一郎選手。いやいや、地元でやっぱりね、はい、気合も入ってるっていうかね、はい。まあ、モーターの仕上がり、本人はね、はい、まあ、回転の上がりが悪くてとは言ってますけど、うん、はい、レース見てるとね、やっぱなんかいいところ入っていったりとかね、はい、直線系はね、悪くないと思ってるんですけどね、はい。さあ、ここで逃げて、うん、明日の優勝戦1号艇ね、はい、取りたいところでしょうね。そうですね、王道を歩めるかというところでございます、はい。さあ、以下ですね、川上武史選手、そして中口博隆選手と続き、この3名がですね、準優1枠を手にしております。さあ、結局、今節 A1 選手、木村光弘選手は、まあ、途中負傷でね、はい、起動してしまったんですが、はい、A1 レーサーすべて準優には、そうですね、はい、さすがですね、はい。さあ、そしてボーダーは 6.00 ということで、小坂選手が滑り込み、うん、地元のね、江頭選手は辞典ということで、エガちゃんもうね、はい、残念でしたね、はい。ぜひ皆様にも本日もですね、輸出するのは誰になるのかご注目いただきたいと思います。さあ、それではですね、本日も長谷さんに、2レース展開予想いただいておりますので、まずはこちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ、今日の注目レーサーは川上武史選手、注目ポイント、内寄りの争い、争いということでございますね。あのね、ここはですね、はい、まあ、進入はね、うん、枠なりと想定してるんですけど、はい、まあね、枠なり3対3としてるんですけどね、はい、6号艇東選手は、まあ、できればうちの方が欲しいんだろうな、ちょっと様子は見には行くと思うんですよね、はい。でも、まあ、水間選手も町取選手も入れたくないし、もちろん内より3人も、ね、はい、入れたくないんでね、はい。まあ、結局は枠なり もしくは前提スローという可能性もちょっとあるのかなと思うんですけど、はい、枠なりを想定しました。なるほど。さあ、そんな中、ここはね、1枠は川上武史選手でございます。そうですね、はい、もう前傾日は下がっていってダメだったのが、クランクシャフトを変えてね、はい、出足関係は良くなってますね、はい。ただ伸びはやっぱりね、いい人が上はいるんですけど、はい、ここで伸びてるのは6号艇東選手だけなんですよね、はいはい。秋山選手はターン回り系、北川選手も出足、うん、はい。そして水間選手は昨日セット交換したんですよ ね、 そうですね、はい。でもまあ、なんか試運転はいいけど、まだ本番ではピリッとしなかった。確かに昨日の陰線も簡単にね、はい、なんか刺されましたからね、はい。町取選手は、まあ、行き足関係はいいんじゃないのかなと思うけど、でも本人が言うにやっぱりいい人はもういっぱいいますよとは言ってましたね、はい。そう考えれば4番5番がまあ枠内になった場合ですね、はい、伸びてくる気配がないので、はい、そうなればもう内寄りがスタートしっかりいけばね、うん、もう川上選手はまあインから先に回って、はい、まあ、秋山選手、北川選手での地争いなのかなという気がするんですよね、はい。ただ秋山選手のもうターン回りがすごくいいんですよね、うん。いや、本当ね、昨日もずっと喋ってたけど、いや、もうターン回りはすごいですね、はいはい。まあ、これに伸びがくればいいけど、うん、でもね、そこはね、と言ってましたけど、はい、でも本当ターン回りんでね、はい、川上選手のイン先前を2コースから刺してもね、はい、捕まえる可能性があると思ったので、はい、1-2-2-1は折り返しました。なるほど。そして本当はね、はい、1-2-2-1折り返して、はい、3番5番だけにしようと思ったんですけど、はい、東選手がとにかく伸びてるんで ね、 ですね、ちょっと伸びてるんで3着付き面白いのかな、はい。これ見たらね、なんか水間選手を切ってるような風に見えるんですけど、はい、3番と5番に6番をもう1個プラスしたっていうようなニュアンスなんですけどね、まあ、そこがミソという感じでございますね、はい。そしてまあ秋山選手がまあちょっと失敗した場合はね、はい、1番3番91機コンビのね、はい、ワンツー、うん、1番よりも3番の方が出足関係が、うん、まあね、はい、1が多分
2がもしまくってきた場合、抵抗した時はね、はい、ちょっと1、3、3、1もちょっと折り返しての2を加えてみようかな。まあ、はい、結局はまあ内寄りの争いと思うんですけどね。うん、はい、さあ、ただね、ここはもう川上選手に関してはまあ2着までにはね。そう。で、まあ川上選手はまあ現在、準優1号艇の時は4連勝してますんで、はい、とにかくまあインの時とか、まあ準優の時はしっかりとね、行くタイプなんでね、はい、ここはなんとかね、押し切りたいところでしょうね。はい。さあ、今日の注目レーサーは川上武史選手、準優勝戦第10レースをピックアップしていただきまして、フォーカスの方は1221の折り返しから、そして1331の折り返しからということで、計8点のフォーカスをいただきました。ぜひ皆様にもご参考にしていただきたいと思います。さあ、長谷さん参りましょう。はい。困った時の長谷田の実。さあね、このシリーズ最後の長谷田の実でございます。あ、そうですね、はい、もうそうですね、今日10年からね、そうですね、はい、まあ、時節もあるんでね、今年最後というわけじゃないですけども、はい、まあね、来節に向けても勢いつけたいところでございます。あ、もうありがとうございます。はい。さあ、さあ、ちょっとすごく今微妙なニュアンス。あ、嫌です。まあ、いろんな意味で頑張りましょう。さあ、それでは、はい、続いてのフリップをご覧ください。さあ、こちらも同じく準優勝戦から9レースを。というのはね、はい、もう間違いなく進入で乱れるのはこのレースなんですよね。うん、はい。中口選手が1号艇。はい。この6号艇の今村信孝選手っていうのはもうさっきもほぼ 1,2 コースなんですよね、はい、もう必ず前付けに動きますよね、はい、でも小馬選手もまあ内がいいタイプですからね、はい、1,4,6 1,6,4 となるのか、中岡選手が突っ張って1フタ4,6 とかね、はい、1フタ6,4 とかなるのか、はい、いろいろもつれそうですけど、僕は、はい、まあ、中越選手はまあイン突っ張って4番と6番が入ってきて、はい、中岡選手はまあスタート展示ではね突っ張ってもね、本番はねちょっと引いて中段からのまあターンマーク起こしぐらいから行くのかなと思ってね、1,4,6 2までがスローでダッシュ3,5という並びを想定しました。なるほど。さあね、ちょっと楽なイン戦ではなさそうなんですが、20丸は中口選手、あのね、最初に良かった出足回り足が残ったままで伸びに上積みがあったって言ってました、本人も、うん、いや、あのね、このね、数字のないモーターですけど、はい、よく出してきたなと思いますね、はい、そして中岡選手は伸びていい人はいるけど、自分もね、はい、全体的にバランスが取れて中の上とは言ってましたね、はい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 、ちょっと伸びるのが松尾選手、はい、ただ伸びるけど乗り心地は来ないとは言ってましたね、はい、小馬選手はまあレースができる足は十分あります、うん、今節乗ってるのは井上選手ですね、はいはい、S も行ってるし、そうですね、ちょっとなんかの回ってグイッと回った後になんか伸びる雰囲気がありますね、はい、今村選手は今節は苦戦しましたね、出足がなかなか、ね、来なくて、はい、まだここまで一着ないんですよね。そうですね、まあ、あの昨日は最悪は出してますけど、はい、威張れる足じゃないと思います、はい、そう考えれば、まあ、中越選手、まあ、深くなってね、うん、F 持ちなんで、まあ、気にはなるけど、とにかく先に回ってしまうと、はい、そしてモーターの良くて S 力のある中越選手が追走、はい、で中越選手が、ね、握っていってくれたら松尾選手や井上選手にも出番があるのかなと思うので、はい、うん、ちょっと本命フォーカスはこういった感じで、ね、はい、1から2番と3番と5番を、ね、はい、絡めた感じで出しました、まあ、1人に関してはまあ折り返しておきましょう、ちょっと折り返しとかなと思いますね、はいはい、さあ狙い目です。やはりもつれにもつれた場合、これですね、はい、G1 の時もあったんですけど、はい、やっぱりインが強い状況でも進入が乱れるレースっていうのは穴のサインなんですよね、はい、ということは中岡選手は僕のように突っ張らずに、はい、もう1と4と6を毎月生かして、はい、中段から攻めていってくれたら、この中岡、松尾の香川コンビがね、はい、うん、中岡選手スタート早いので、はい、叩いていっての 2,3,3,2、はい、そして井上選手今節本当とにかくで、はい、まあ年齢考えるとラッキーボーイとは言えないんですけど、はい、今節彼は本当ねいいと思います、はい、で彼はまあ自身初優出がかかるんですよね。あ、なるほど。今節はね、はい、このまあ2番が攻めるのに3番が握るのにすれば展開も向くのかなと思ったので、はい、2,5 というのでね、はい、ちょっとこの3着には粘り強い小馬選手も入れてみました、うん、なるほど、はい、まあ、小馬選手ね、本当今節なんかこういうのもあるかもしれないんですけど乗りっぷりがいいですよね。そう、あの
結構握って握ってっていうレースされてますからね、はい、あの辺見てるとやっぱり2、3着走るの上手だなと思いますね、はい、ここも十分3着にはというフォーカスでございます、はい、さあということで今日の困った時の長谷田の実は準優勝戦第9レースから、本戦の開名はね1号艇を中心としたフォーカスなんですが進入次第では2の頭3の頭もというフォーカスもいただきました。ぜひ皆様もご参考にお楽しみいただければと思います。さあ今日ですね、クリスマスナイターカップシリーズ4日目準優勝戦日でございます。ぜひ皆様にも優勝を決めるのは誰になるのかご注目いただきたいと思います。さあということで本日の展望番組もお付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷昭則記者でした。どうもありがとうございました。